番乗り場の方に行って私たちは7方面に行きます。2番ホールホーム、そしてガレリア10というホテルに今日は宿泊します。2番ってどこからいいかな。ここね、1番と2番と分かれてるんですよ。だから2番が7方面です。到着しました。で出て、こっちは1番2番、こっちの方でおとんかな。わからん、出てみないとわからないそうです。まあ、あの今までスムーズに行きすぎたんで、ちょっとバンコクは何かあるかな。何もないように望みます。こっちまずここでよか。はい、今携帯で調べてくれてます。さあ、これを右か左だけでも違う、多分左じゃないかなという予想がすんねんけどな。左っぽいやろ。はい、では左に行きます。ぽいで行きます。ぽいで7、はい、これ7駅、7駅を降りて、はい、わあ、なんかすごい立派なビルがいっぱいある。ほら、優しい、持ってくれてる。よいしょ、はいはい、コロナになる前は私もリュックで行ってたんですけど、もうさすがにリュックは重い、肩が凝る、だからこのコロコロに変えました。はい、そしたら ONES タワーの方を向かって右に行きます。南北が分からへんし。猫ちゃん、猫ちゃん、あんた細いな。あ、ご飯食べてる、ご飯いっぱいもらってるね。ほら、ご飯食べてるの。バンコクにも猫がいました。幸せな気分になります、猫を見ると。なんか分からんけど立派、ここ立派。あ、じゃあやっぱり7駅を反対のにずっと行ってもよかったよな。向かってこっち側で降りたら、よいしより一応女子2人やから少し小マシなとこ取りましたと思います。行ってみないとわからない。はい、ここもタイマー、やっぱりタイマー合法なってるからね。暑い、やっぱりこっちなんか空気が悪いな。天気はいいから、ここでマスクしとるのはきっと空気が悪いから思うわ。コロナよりこの排気ガスの方が体に悪そうや。ちょっと揺られて薬もなく乗れたことが随分私にとって変わったなと思います。はい、このまままっすぐ行きましたら、ここここスクーンビット10、これを右に行きます。
そしたらね、今日宿泊するホテルが着くはずなんです。ありました、左手で何やった、ガレリラ天か、ガレリラ天。まあパタヤ、パタヤのホテルよりは少し高いからマシかと思います。チャンユーパほら、あ、なんかここもなんかおしゃれっぽいレストランがある。それのダメ前に向こう、よいしょ。暑い、やっぱ暑いな、日に当たったら、影やったら涼しいけど。はい、着きました、ガレリア店。なんかお茶でも飲みたいな、もう喉が渇いた。あっちゃん、あっちゃん、ここの下になんかあるかもよ、カフェぐらい。あ、なんかおしゃれ、見て、階段おしゃれ。あ、いいやんか、いいやんか、ちょっとおしゃれっぽいな、いいやんか、おしゃれな感じ。パスポート、はい、パスポート、アイスくれた、すごい、最高。ここ良かったな、うん、もうこれだけ。なかなか綺麗なホテル、受付の人も綺麗な人やった。今日泊まった、パタヤで泊まったところは受付の人がすぐ行方不明で捕まらないよかった、普通なホテルで。どうした、もうめちゃめちゃ体勢良くなって汗かきすぎ。でもな、首から上だけやねこれ。これね、年齢とともにそうなるらしい。すごい派手。でもなんか、わ、これプールあっちゃう、俺はこんな素敵なプール。プール入りたい。ほんまプール入りたいな。お風呂プール。あ、ほんまや。夜がいいな。夜がいい。今日はホテルで。お寺行かへんのか今から。ちょっと休憩して明日でもいいけど。ただね、バンコクはもう丸4日ぐらいしかないんかな。もっとゆっくり来なあかんね。はい、3階です。え、なんか朝ごはんついとうからね、今回は。え、フィットネス、フィットネス、いや、もうこいつ十分疲れとうからいいわ。はい、何号室、321、こっちや。さ、え、嘘、ブスばっかり、お前隣やった。え、321、はい、取った、はい、どうや。おお、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、綺麗な、うん、電気つけへん、電気つけへん、これどこや。え、これ電気どれ、これか、嘘ばっかり。え、どれがね、さっぱり分からへん、どれ、全部ついたん、これで。だってお風呂ついてないし。はい、こんな感じ。あ、まあこじんまりして、まあ何でも清潔感があって、もうちょっとベッド大きい方がいいな。でもちょっと風景が悪いかも、ほらほら、見晴らしがあんま良くなかったかな。まあ、贅沢言っちゃうか、贅沢言ったかな、もう十分。ガレリアで、あ、部屋が涼しい。まあでもいいよね、今から、まあ、4日間お世話になります。パタヤはね、とにかくアメニティが揃ってなかったけど、あ、まあでもまだちょっとコップもあるし、スリッパ、スリッパもある。でもスリッパ買ってもた、まあこんな感じ、綺麗ですよ、なかなか綺麗です。うん、綺麗にしてます。やっぱり値段なり。でもここパタヤの2倍ぐらいの値段やな。